スノーマン、ストーンズ、順当も暗唱に24時間テレビのメインに何わ男子抜擢の裏事情。今回の24時間テレビメインパーソナリティに何わ男子が決定したことを17日日本テレビが発表した。何わ男子は去年 NHK 紅白に初出場し、ジャニーズ事務所で今最も勢いのある若手グループの一つ。メインパーソナリティは昨年が 嵐の二宮和成39率いるジャニのチャンネルでその前がメンバーが大正間近のキングプリンスと歴代ジャニーズが務めている。何わ男子は関西ジャニーズジュニア出身でキラキラした王子様感が売り、今回の抜擢について本来ならばスノーマンとストーンズだったはずですがタイミングが悪かった。 ジャニー北川氏に最後にデビューを認められたグループで、ことあるごとに、メンバーは、ジャニー氏とのエピソードを語っていた。それに比べ、なにわ男子は、活動拠点も練習も関西中心。現社長、ジュリー藤島氏が目をかけていたこともあり、ジャニー北川氏との縁が一番薄い、カウアンの性被害会見から一番縁遠いグループと、言えます。